の記者だったんですか。一記者遅れました。そうでしたか。とても疲れになってるみたい。お忙しかったんですか。ええ、まあ。あ、これ先生に差し上げようと思って、着物と揃えどす。おお、ありがとう。ああ、赤い灰ですね。綺麗だな。僕の方の灰は全滅しましたよ。いや、飼育室の温度調節器が壊れましてね。あなたのいらしたあの晩ですよ。もうあの色は絶対にできないかもしれません。うちの伺ったんが何ぞ。いえ、全然関係ありません。どうぞご心配なく。ほな、ほな、学科に報告をしやすことが。ええ、やめました。講演を申し込んでからやめるなんてあまり名誉なことじゃないんですが、なんだかがっかりしてしまいましてね。せやけど、どこぞで誰かが先に発表してしまはるなんてことございませんの。いや、あるかもしれません。しかし誰がやってもいいですよ。日本の遺伝学のためになることなら。あの灰はもうここにだけ残ったんですね。この記者になれた祇園さんのおかげかしら。え、なぜです。先生の一番がっかりしておやすときにおそばにいられて。